はい、どうも、こんにちは。いがちです。今、緊急で動画撮ってます。まあ、緊急で動画撮るの2回目になると思うんですけども、前回は、ちょうどネットニュースで、ある YouTuber が北海道の移住失敗っていうので、そういったニュースが出まして、まあ、それについての、まあ、DM とかがすごい多くて、緊急で動画撮ったんですけども、今回も同じぐらい、 結構 DM とか質問が多く来てたんで、先にあの動画で、まあお話しようと思います。はい。なんで、まあ今日火曜日なんで、今日撮ってそのままこれ動画に載せようと思うんですが、本当は今日、あるラーメン屋さんのね、紹介動画載せようと思ったんですが、それは木曜日の6時に変更して、今のこの動画を差し込んで、 配信しますのでよろしくお願いします。はい。で、まあ、本題なんですが、はい。えっ、ー、と、DM。ま、あ一個一個質問で答えてもいいんですけども、似たようなね、あの DM が多いので、ま、あ何かというと、あの、ヒグマについてなんですよ。熊について。ちょうど、ついこの間、僕、島にないへ日帰りで行ってきたっていう動画を出したんですけども、 おそ、まあ、らくそれでね、あのー、来た DM とかメッセージが多いと思います。えっ、ー、と、まあ、一個一個ね、あのー、読むと大変なんですけども、まずその、島にない子に行った理由、結構誤解されてる方多いんですけども、その、ね、結構攻撃的なメッセージだと、その、まあ、熊の被害のニュースを見て、 見に行ったのかっていうような内容ですとか、熊実際いましたかとか、あの、そういったものもありました。先にこれからね、誤解解かしてください。僕が、まあ動画でも話してますけども、僕がその島根ない子に日帰りで行ったのは子供の日なんですよ。なので、まあこの間のライブ配信でも話しましたが、ちょうどこの事件が起きる前に行ってます。 逆に僕びっくりしました。あ、この間行ったところじゃんっていう感じだったんですよね。確かに釣り人はいました。はい。で、まあ、キャンプ場もありましたし、まあそこそこね、まあゴールデンウィークだし、賑わってました。なんで僕は実際その熊のニュースがあったから、見に行ったとか、なんか今注目されてる場所だから行ったとか、そういったわけではありませんので、そこは誤解をね、解きたいと思って、ここで、 お話しさせていただいております。はい。なので、まあ、もちろんね、熊は見てません、僕は。はい。まあ、たくさんのね、観光客は見ました。非常にね、いい景色でした。ね、ちょっとすごいね、怖いし、残念なニュースでした。であと、それに付随したね、あの、DM をすごい多くて、えー、っとですね、例えば、旭川もう熊出るんですかとか。 ええー、まあ、これはね、あのー、出るか出ないかで言うと、僕は見たことありませんが、あの、目撃情報は頻繁にあります。はい。別に脅かすつもりじゃないので、これ事実なんで。ただ、その、街中とかというよりは、まあ、旭川すごい広いんですね。あのー、まあ、川とかも多いですし。で、今ね、結構出てるのが、旭川の中でも、結構峠がある。 えた別地域、嵐山。一回僕、この嵐山魅力発見ツアーという動画を去年の秋ぐらいに出したんですけども、その時に、あの、嵐山の展望台からすごいいい景色、見た動画出たと思うんですが、ちょうどそのあたりが今、熊の目撃情報があって、あの、立ち入り禁止というか、封鎖されてます。はい。これは事実なんでね、あの、はっきり言います。そこです。あとは、 あの、旭山動物園付近、まあそこに旭山公園っていうのがあるんですけども、そこでも熊の痕跡があるようなニュースがありましたので、はい。なんでその辺が今出てますね。なので、まあ、正直言って、熊のニュースって毎年、まあ、僕、今3年目になりますけども、来た当初から、毎年この時期になると、まあ、ここで熊の目撃情報ありますとか、熊の痕跡が見つかりましたというニュースは、旭川内でも、 たびたび出ておりますので、結構熊というのはヒグマは身近な存在ではあります。まあただ実際見たこともないし会ったこともありませんので、あまあただ怖いのは怖いですね。あと北海道で熊が出ない地域ありますかっていう質問もあったりしたんですけども、それはね、わかんないですね。ぶっちゃけ札幌でも頻繁に熊の目撃情報があるので、 札幌は都会だから出ないとか、そういうわけではないと思います。なんで、北海道という地域は大体どこでも出るんじゃないかな、とは思いますね。はい。はい。まあ、そういったところだと思いますね。あとは、これはちょっとね、答えようか迷った質問なんですけども、せっかくなのでね、お話しします。えっ、ー、と、熊の駆除について、あのー、どう思いますかっていう、 はい。まあ、これもしかしたらね、あの、賛否両論 <laughs> あると思います。ただ、今このクマが身近な存在である自分の立場からすると、僕は個人的にです。あの、駆除は必要だと思います。まあ、もちろん動物がね、殺されるってすごく可哀想なことっていう気持ちもわからなくもないんですが、もし僕がその、 熊と全然無縁だった。まいたね、東京近辺に住んでいたら、あまりこういう気持ちにならなかったと思うんですけども、今実際に熊が身近で、近くで目撃情報があったりして、で、ちょっと自分がこの間行ったところで、そういう熊に襲われたとか、熊に殺されたっていう事件があったりして、非常に怖いですし、もしね、自分の大切な家族であったりとか、友人が殺されたら、いや、それはもうね、 駆除がかわいそうとか言ってられないと思うんですね。もちろん、これまで熊の被害に遭ったご家族、ご遺族の方々も同じ気持ちだと思いますし、まあ、自分には関係ないからかわいそうっていう気持ちにはならないです。まあ、特にまあ身近なので。なので、最後の質問、その熊の駆除をどう思うのかっていうのに関しては、もちろん批判されることもあるとは思うんですが、僕は駆除すべきだと。はい。 人が安心して暮らすためにも、そこは必要かなと思います。まあ、ただね、人が立ち入らない山の中まで行ってね、熊を探して殺すっていうのは、それはちょっと違うとは思うんですが、やっぱりその人がね、生活してる県内ですとか、あとはその観光地とか、うん、そういった場所は、やっぱりそういう、まあ、駆除は必要かなと思います。まあ、一番いいのは、しっかりそのね、ここは、 境目を作ってほしいんですよね。ここは立ち入らない。熊が出るから。人は入ってはいけない場所。うん。逆にその境目から人の圏内に入った熊は全て駆除するっていうぐらい。それからしっかりとしたね、境目があると、まあ生活する人間としては非常に安心できるかなと思います。はい。あとは他に、まあでも似たような質問が多いんですよね。 熊関係は確かにこんな感じですね。ちょっとね、あの、話戻りますが、僕がその朱鞠内湖に日帰りで行ったっていう動画を出してから、ちょっとそれに対して、まあ質問も多いですし、ちょっと攻撃的なあのメッセージなんかもありましたので、<laughs> まあ誤解されてる方もいると思いますので、別に僕その炎上目的で、そういったニュースになってる場所に行ったりするわけではありませんので、たまたま、あの、ゴールデンウィークに日帰りで行って、 で、その後、そこの地域が、で、それ事件があったということになりますので。ただ、個人的には、あの、クマについてはさっきお話したように、あのー、まあ、身近な存在なので、人里に来るクマに関しては、個人的には、あの、駆除してほしいなとは思います。はい。あんまりこれに関して、また攻撃的なメッセージとか、批判的なコメント、勘弁してください。